こよーってこ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 、ボンドです。そう、今日はね、マインクラフトに行こうと思います。まあ今、肩に乗ってんだけど、このね、スティーブの頭かな？ここにも乗れると、おー、いいねいいね。それじゃあ、スティーブに乗ってマインクラフトに行こうか。着いた着いた。もうレゴランドの時代は終わったからね。時代はマインクラフト。村に着いたね。さ、降りて。おお。村人いなさそうだね。おお、すごいな。あれ？扉小さくないか？これ入れないね。まあこんなもんか。あ、でも畑もちゃんとあっていい村だな。ちょっと小さいんだけどね。ほうほう。いや、結構再現されてるね。これは？お？お？中に入ったぞ。この井戸だね。あ、こうやって、なんか、温泉みたいな感じで入ることもできるんだね。このマインクラフト、楽しいな。てかさっきから気になってたんだけど、そこにいるよね。雲だ。マイクラの雲じゃないあれ。ちょっと戦ってみるか。わ、でかくない？いや、これ戦うというより、乗れるんだよね、この世界の雲には。乗っていこうかな。うわうわ、これが雲ね。マイクラの動く。再現されてるね。よし。村に突撃してみよう。さあ行くぞ。早いな。おーっと。すごい。なんだこの奇跡的な形。村強いなぁ。雲倒しちゃったよ、村が。頭とか崩れちゃってるね、もう完全に。ゴキジェットにやられたゴキブリみたいになってんね、なんか。足動かして。それじゃあ、ちょっとスティーブにも乗っていこうかな。さあ、スティーブが動き出す。まあちょっとね、あの雲、邪魔だからね、スティーブが片付けてあげましょうか。あ、スティーブ、大丈夫か？ちょっと崩れちゃったか？大丈夫だ。立ち直ることもできるからね。さあ、こっから、雲をめがけて突進していこう。スティーブ行きます。村に平和を。さあ、どうだ。おー、いいぞいいぞ。よし、完全に雲倒したかな、これで。顔がめり込んでるけど、もう雲に。スティーブ、よくやった。これで、完全にもう、平和が訪れたね。マイクラ楽しいなぁ。なんだあれ？なんかめちゃめちゃ荒ぶってんね。まあでもみんなもね、マイクラで雲と出会ったらね、こうやって倒すのもいいかもしれないね。新しい倒し方だね。まあ、今回結構マイクラ系のね、ブロックをダウンロードしてきたんで、いろいろね、遊んでいこうと思います。TNT を持った。エンダーマン。目が赤い。これ怒ってる状態かな。そう、エンダーマンやってみようか。ちょっとエンダーマンで村行ってみようかな。TNT 持ってるけど、ちょっと爆発するのかな。そう、ちょっとなんか、クモとスティーブはね、なんか邪魔なんで、あれをね、ちょっと片付けてあげましょうか。TNT で。さて、この辺でいいかな？お？なんだ？うわあ！村が、コッパみじんに、エンダーマン。やばいな、こんな威力なのか。壊滅しちゃったね。
村が。でも大丈夫、村人はいないからね、この村には。犠牲は一人もいないよ。じゃあ次はこのキャラ。ウィザーだね。やっていこう。さてさて。おお、初めて操るウィザー、早いね。お、なんか攻撃できる。うわ、これ。めちゃくちゃ威力ありそうだな。村に撃ちたいけど、すでに村は粉々だ。うわ、これ何かに撃ち得たいな。さあ、ブロックで出来上がったビル、用意してきたんでね。中はこんな感じだね。結構作り込まれてるね。駐車場もしっかりあって。これなんか壊れちゃってるけど。さあ、おお。頑丈そうなビルだな。これ破壊できるかな。ちょっとウィザーでね、試していこうと思います。さあ、ウィザー。頑張ってくれ。ウィザーという、黒い悪魔が動き出す。さあ、行くぞ。お、ちょっと欠けただけか。このビル硬いな。ダメだ。ちょっと欠けただけ。少しずつ削っていくしかないか、これ。いや、多分、このウィザーの攻撃めちゃくちゃ威力あるけど、それ以上に硬いんだろうね。このビル。じゃあ次はね、マインクラフトの豚、行きましょうか。豚はね、どうなんだろう、これ。お、なんだ？攻撃できるぞ。豚！この世界の豚は、もしかしたら、最強かもしれないね。さあ、豚で破壊できるか？豚のこの、鼻くそを投げ込む攻撃。食らえ！どうだ？ワンピースもいたね、鼻くそを投げる奴が。さあ、うわ、強いぞ、鼻くそ。ウィザーより強い。まあでもこんなもんか。もっと爆発的に行きたいな。まあエンダーマンみたいにね。いや、エンダーマン出しとくか、もう。このビルを破壊するにはもうエンダーマンしかいない。この TNT を落とそうじゃないか。さあ。まあ、自爆だね、もうこれ。自分もこれ犠牲になっちゃうからね。さあ、行くぞ、ここで。はい。あれ？硬すぎる。そんな破壊できなかったか。このビルをなんとか破壊したいんだけどね。まあ見るからに頑丈だからね、もう。何か方法はないか。いや、待てよ。メテオがあるね。おお、これ出した瞬間もう爆発しちゃうからね。危険だよ、これもう。危険物。この危険物をじゃあ、この辺から落としてみよう。さて。あ、ちょっとずれてるね。もっとこの辺から。さあ、どうだ？いけるか？メテオ！来たぞ、メテオ！破壊できたか？ちょっと燃えたけど。頑丈だな。ちょこっと焦げた感じだね。それでもまだ原型をとどめてるビル。もうちょいこの辺から落としてみるか。さてさて。はい。お、ちょっとカクついてるが、大丈夫か？なんだこれ。ものすごい処理が重いぞ。大丈夫か、なんか。どっか飛んでっちゃったね。おう。え、全然だな、もう。
最後はこれを使うしかないね。村。村はこんな感じで。落とす。村が落ちてくる恐怖ね。これなら破壊できるんじゃないかな。さあ、この辺からどうだ？ちょっとずれたか。待てよ。お、ここに設置できるね。お、来た！わー、やったぞ！ついに、破壊。なんて素晴らしい光景なんだ。村強い。ついにこのビルを破壊できたか。村をね、こうビルに挟み込む感じで設置すると、おー、なんか重なるから破壊できるってわけだね。綺麗な花火みたいだ。いやー、いいねー。ということで、マインクラフト最強ね、村に決まりました。まあ、このゲームの話なんだけどね。いや、これもしかして列車止められるかもしれないね、村なら。さあ、線路の上に突如現れた村。村なら列車止められる説をね、検証していこうと思います。あ、列車が見えてきた。まだそこに村があることを知らない列車です。さあ、ここでちょっとスローモーション。さあ、あ、まだ距離はあるね。でもそこから、ほい。さあ、これどうなる。まずは人間はダメだったか。さあ、止めることはできるか。押される。やはり列車は強いぞ。いや、押されちゃうね、完全に。うわぁ、ダメかぁ。跳ねのけられた感じだね、もう。もっと爆発的に行ってほしかったところもあるんだけどね。まあ、ダメだったか。最終手段はエンダーマン。エンダーマンの TNT なら止めるれるはず説、やっていこうと思います。さあ、列車がやってきた。さあ、ぶつかった瞬間 TNT を爆破してみよう。さあ、爆破。どうだ。エンダーマンはやれてしまったが、いや、やはり列車は強い。おっと、村の残骸が。ではね、マインクラフトをやるときはね、ぜひこの動画を思い出してください。また面白そうなブロックとかあったらね、やっていこうと思うんで、ぜひチャンネル登録よろしく。バイ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 。